富田和成は、日本の実業家。株式会社図創業者、代表取締役社長兼 CEO。神奈川県川崎市生まれ。神奈川県立多摩高等学校卒業後、1年間の大学受験導入生活を経て、一橋大学経済学部在学中、ソーシャルマーケティング広告事業の院にを創業。2006年大学を卒業し、野村証券株式会社入社。 2011年エール大学園場、コース短期集中プログラム卒業。同年シンガポール経営大学経営大学院、修了、MBA。野村証券では、小木くぼ支店を経て、本社プライベートバンク部門に勤務。2010年からシンガポールで家境を担当。その後対中在として、リテール部門の東南アジア戦略を担当した後、 本社ウェルスマネジメント部門を経て、2013年退社。2012年ズーを創業。2013年株式会社ズー設立、同社代表取締役社長。富裕層向け金融情報サイトズーオンラインの運営やフィンテック支援コンサルティング事業などを手掛ける。2016年にはシンガポールに子会社を設立。2018年東京証券取引所マザーズに、 上場。一橋大学大学院国際企業、戦略研究科寄付講義、フィンテックとイノベーションゲストスピーカーなども務めた。金融イノベーションビジネスカンファレンス2015ソニー、銀行イノベーション賞受賞。小学校時代からサッカーに打ち込み、川崎市選抜に選ばれるなどしたため、プロサッカー選手を目指していたことがあるが、高校3年の時受けた、プロテストには、 不合格となる。その後、大学一年時にも足シキ集休部で活動していたが、ヘルニアを患いプロになることを断念した。ありがとうございます。